ハードウェア実況のパート14を始めていきたいと思います。チャプター106からですね、前回のクソ鬼畜難易度のパズルを、突破したところから始まります。パズルを解きましょう。あれ、無意味なものではないはずです。セーブしない、もしかして。これを解けば。セーブしない、もしかして。あ、おいおい、ちょっとミスったミスったびっくりしたわ今。めっちゃびっくりしたわ今。マジビビった今。またやり直しと思ってすげえ焦った。あ、セーブしなかったよね。まあでもチャプターセーフとかまあできたんで、まあよしよし、しましょう。止まった、はいはい、止まりましたと。止まりましたと。背後にアッカリーンがいますと。こいつの仮面本当怖えよな。まあいいや。ふと振り返ると、いつの間にかランタンを持った仮面の人が何事もなかったかのように立っていた。ランタンを持った仮面の人って呼び言い方なんだね。仮面の人はこちらが気づいたことを確認すると、ついてこいと言わんばかりにドアを開けて出ていった。アッカリーンですね、多分名前。女の子。ついていけばいい。おそらく。さあ、どこに導いてくれるのかな、アッカリーンは。こいつがこちらを見てるだけでなんかビビるよね。部屋から出るとガラリと光景が変わっていた。そこは今までのような通路ではなく、少し開けた場所になっていた。その先は明るく、どこからか光が漏れているようだ。外じゃないの？確信はないけど、この光の先が出口につながっているような気がする。だけどわからない。どうしてこの人は私たちを助けようとするのか。あなたは誰？どうして私たちを助けてくれるの？言っちゃった。仮面の人は私の問いかけに答えることはなく、そのまま無言で立ち去っていった。あの人は誰だ？理由は分からんが、俺たちに協力してくれたのは確かだ。ええ。まだここは何も調べていないけど、このまま進んでいいのだろうか。知らねえよ。念のため探索するか、じゃあ。念のため探索する？おい、何してる？早くここ。そうだけど、本当にこのまま外に出ていいんだろうか。待ってください。待って。だが、早く瞳を。落ち着いてください。そうだな。わかった。またお守りあるんちゃう？もしかして。ここに何かないか探そう。お守りあるんちゃう？パシャっちゃう。あ、なんかあんじゃん。お守り？あれ？これは。ドクロ？なんでしょう？ネックレス？そうだな。しかし、縁起のいい縁起のいいものにはいいね。知らねえ、ただのネックレスやろ。そうか。ドクロのネックレス。これを拾ったことによって。バッドエンドとなるとかいう感じかな。それはないか。光が漏れている。こっから出ればいいのかな。まあ今の拾うか拾わないかがまあ重要な選択肢なんでしょうね、間違いなく。これブラックやつなんか出てきたりしてね、壁から。振らないか。特に浮かび上がるものはないかな。特に浮かび上がりはしないね。一応 IC リコーダーも使ってみるか。さすがに何も聞こえないよね。何もないな。じゃあこのまま出るか。今チャプター113。あれ ?113? え？
チャプターさっき108から始まってさ、急に113飛んだけどさ、その前までにすげえ分岐いっぱいあるじゃん。すげえいっぱい分岐あるじゃんこれ。何これ、まあいっか、まあ、とりあえず出てみよう。話はそれからだ。すぐに出る。待ってくれ。うわあ、レンジ待ってくれ。え、今誰かに呼ばれたような気がする。後ろに誰かいる。振り返る、振り返らない。わあ、すげえすげえすげえ、また分岐いっぱいあるじゃん。引き止める声、これ振り返らないってやったら多分そのまま出ちゃうんでしょうね。で振り返りましょうか。レンジか、もしくは第三者、他の誰か。まあ一応振り返っとこう。これ振り返って死んだら受けるでしょ。聞き覚えのある声で呼ばれた気がする。とても優しくて温かい懐かしい声。気になって振り返ってみると、レンちゃんだー。多分あれ、気のせいだったかな。確かに呼ばれたと思ったんだけど。許せないよ。うわー、ファだ、やさよ。やさよ。え、今誰？ちょ、僕今ね、死の誘惑、バッドエンド。ちょっと僕今なんか嫌な予感して、目をね、手で覆ってたんで、でよく見えなかったんですけど、今何が起きました、今。え、何起きた今。なんか顔見たら出てこなかった今。ちょっとね、僕目塞ぎながら見てたんでね、はっきりとは見て取れなかったんだけど。え、さっきもしかしてキーホルダー拾ったからかな。なんかそんな気がしない？そうっぽいよね。あー、キーホルダーじゃねえ、間違えた。ドクロのネックレスか。ドクロのネックレス拾ったからじゃないの。じゃあどうせならちょっと待って、他の分岐を見てみるか。チャプター109。え、ここの分岐は何じゃ。あ、調べる、調べないやつか。調べる、調べないね。あの人って言う。え、これ済んだら死ぬのかな。すぐに出口へ向かう。いっちゃえ。死ぬの、またさ、これまたさっきのやつに襲われて死ぬんじゃねえの。引き止める声、114。あれ、でも分岐してないな、これ114結局いっちゃうな。ん？じゃあこの分岐は多分お守りを持ってるか持ってないかによって変わるんじゃないかな。それこそ110は、111か、111はどうやっていくんだろうな、ちょっと分からんな。まあいいや。なんでバクンバクンしてんだよ。振り返らない。私たちは光が持っているドアに近づいた。出口か。その時ひとみさんが私の右手首を掴んだ。私はメモ帳と鉛筆をひとみさんに手渡した。ジュン、多分さよならだね。そうか、結局ひとみを元に戻す方法は見つからなかったな。ありがとう。いいんだ、ひとみが決めたことなら俺は。私はこれからひとみさんを殺して生き返る。それがたとえ自分の意思に反することだとしても。マリアさん、ごめんなさい。違う、ひとみさん、私は。不意に左腕が動くようになった。左腕が私の意思で動くようになったということは、ひとみさん、まさか返事をして。もういなくなっちゃったんかな。ああ、いなくなった。辛そうな表情のジュンさん。
ジュンさん、どこに行くんですか？瞳のところだ。え？死ぬの？ノーノーと帰るわけに。嘘やろ？嘘やろ？お別れ？瞳の分の命も大切にしてくれ。それからこんなこと言っても何の慰めにもならんかもしれんが、本当にすまなかった。ジュンさんは悪くないと思うんだけどな。見殺し、見殺しっていうか、あんな普通に、あんなの普通乗せるわけねえかんな。山道で人が来たら。来ないでくれ。何のために瞳がいなくなったのか、わからなくなるじゃないか。ジュンさんともこのお別れか。あの後、終わった。私は気がつくと病院にいました。ひとみさんが入院していたという病院だったようで。あ、結局ひとみさんの体で夢なんだね。看護師さんから八木ひとみさんと呼ばれて、そのことがはっきりしました。じゅんさんは行方不明となり、私は未亡人となりました。あ、じゅんさん行方不明になっちゃうんだ。ひとみさんやじゅんさんのご両親も死産と鬱、じゅんさんの失踪を経たためか、人が変わったように見えてもそこまで奇妙には思わなかったようです。私は生涯独身を貫きました。生涯独身レンジ。今床で横になりながら最後の日記でもおばあちゃんなんかい、最後の日記を書いています。おばあちゃんなんかい。まもなく私は寿命を迎えようとしていますが、寿命立ち会う人は誰もいません。誰もいません。悲しすぎやろ。私の最後はとても孤独なものになるのでしょう。おしまい。バッドエンドかな。バッドエンドかな。バッドエンドじゃねえか。バッドエンドなんだね。ハッピーエンドじゃないんだやっぱ。まあ、どう考えたらハッピーエンドではないけどな。バッドエンド、孤独な末路。えぇ、じゃあ何がハッピーエンドなんだこれ。てか今何が足りなかった、分からへんぞこれ。え何をすればよかったんですか今。えぇ、しかも分岐めっちゃあるやんこれ。115か。いやわかんねえ、俺マジわかんねえ。ちょっともう一回ドクロのネックレスを手に入れたま状態で先進んでみようぜ。多分さっきね手に入れてなかったんだよね、おそらく。調べる。これドクロのネックレスは何の意味があるんだろうね。これを持ってるとジュンさんがいなくならないとかかな、わかんないけど。さーて行こうか。これ変わるかな。すぐに出る。待ってくれ、待ってくれ。誰の声だよこれ。レンジっぽいよね。でも違ったけど。振り返らない。さあ変わるかな。出口。あ、なんで。なんで倒れた。
が変わったんだけど、外に出ようと歩き出したその時、突然ジュンさんが倒れ込んでしまった。ジュンさん、どうしたんですか。まさかさっきのドクロのネックレスを取ったから。え、誰。書き寄ろうとした私も急に平行感覚がなくなり倒れてしまった。あ、ドクロのネックレスは取っちゃいけなかったんや。やっぱどうして、何が。あー、ふふふふふふ、誰、どこからともなく笑い声が聞こえた。ここには私とジュンさんしかいないはず。大事にしてくれてありがとう。ネックレス、私たちもあなたのことを大事にする。怨霊だって。だから逃がさないよ。あー、逃がして。逃がさして。ドクロのネックレスは取っちゃいけなかったんや。なんちゅうトラップや。なんちゅうトラップや。バッドエンド、ネイフの罠。このゲームホラー演出になかなか定評あるよね。あんなゾクッとするようなホラー演出なかなかできへんよこれ。普通のホラーゲームじゃねえ。凝ってるよねホラー演出が。いやー、これ、え？これ、は？これ、何をしてればいいんですか、これ。ガチわからんやん、これ。いや？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 いや、いや、いや、いや。いや、いや、これわからんやん。これわからんやん。118、117、116にいけんだよな。なんだろうね。これ、終盤、怒涛のなんかルート分岐やって、これマジ分からんな。これでここの分岐がまずどうやっていくのか分かんねえ。お守り取ったよね前、桃の守り。あれ結局何の意味あったんだろうな。どうすんだろう。桃の丸どこで手に入れたっけ。分からんね、分からんね。お守り持ってるか持ってないかなんかな。116？ 孤独な末路、メイクの罠。あ、じゃあ116はこれか。じゃあ119か。間違えた。ドクロのネックレスを前、ちょっとよくわかんないんで一旦他のルート分岐を回収していこうかな。この毒針のチャプターですげえ前なんですけど、これでね、銀ちゃんとマリアどっちも死ぬってやつと、あと銀ちゃんだけ死ぬってやつと、あとマリアだけ死ぬっていうパターンがあるらしいんで、3つバッテンダーらしいんで一応回収していこうかなと思いますね。ルート分岐
これをまずジュンさん飲ませればいいのか。呼吸器のやつね。あ、やべ、ちょっとミスった。選択肢ミスったな。ちょ、やらかした。ちょっともう一回、もう一回やります。ミスった、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 ミスった。このチャプターで銀城さんが死んでも犯行の儀が完了しないっていうね。よくわかんないよね。マリアが直接手を下さないと犯行の儀は成功しないっていう謎の設定。どうしたんだ銀城さん。これをまずマリアが飲む。で、銀城さんはあってるやつを飲む。これだな。これを銀城さん飲めばいいや。さあこれで、マリアだけ死ぬパターンが、ルートが、成功しますね。これでいい。神城さん、お、変わった変わった変わった。どうやら銀城さんは解毒剤を飲むことができたらしい。よかった。せめてあなただけでもいい聞いて。せめてあなただけでも。特になんか面白いバッドエンドではなかったね。バッドエンド、最後の祈り。さあさあさあ、これでまあルートビンキャーほぼほぼ回収できたでしょうね。これか、最後の祈り。これでもう途中までのルーツ分岐全部回収したと思うんで、で、あといよいよここをなんとかするだけですね。ただお守りを手に入れた部屋があったけど、そこでなんかもうちょっとなんかお守りがあるんじゃねえかな、おそらく。手分けして調べてみましょう。でまず折り紙を取って自分の鏡を見ます。耳、イヤリングをしている。イヤリングをしている。で、ここをめくるのか。で、折り紙を合わせる。あれ？合わせてみた。するとメモ書きに何か文章が浮かび上がってきた。面を外す。なんだ、どうした？ジュンさん。は？そんなわけない。
で桃の守りを手に入れる。つかさっき自分の顔を調べた時ありましたけど、その時にイヤリングに仮面ついてましたよね。仮面のなんか模様のイヤリングをしてましたよね。もう一回調べてみましょうか。これあ、もしかしてこのイヤリング仮面じゃないの？じゅんさん、ひとみさんはイヤリングをしてましたか？いや、なんでだ？私、今イヤリングをしてる。知らねえ、こんなわかるかいな。それにこれ、仮面の形状をしているように。なんだって？じゅんさんは私に駆け寄ってきてイヤリングを確認した。私はひとみさんにも鉛筆を渡して見覚えがないか問いかける。ひとみさんはこのイヤリングに見覚えはありませんか？ない。まさかこれが。仮面といえば今まで現れた人たちのように顔にかぶるものだと思いがちだけど、このイヤリングだって立派な仮面だ。そんなわかるかーい。じゅんさんは早速イヤリングを外そうと私の耳に手を伸ばす。だけどあのメモには確か。ジュンさん待ってください、これは私たちで外さないと。うかつにジュンさんが外してしまうと何が起こるかわからない。最悪犯行の儀を止めること自体できなくなってしまうかもしれない。そうだったな。私はイヤリングを外そうと右手を耳にかける。だけど左手が、ひとみさんはなぜかイヤリングを外そうとしない。あ、そうか、犯行の儀成功させちゃったらもひとみさんマリアが死んじゃうからね。生き返りたくないの？このイヤリングを外すということは、犯行の儀を止めるということは、私が生き返らない選択をするということだ。もしこのまま犯行の儀が完了するなら、私はおそらく生き返ることになるだろう。さっきひとみさんも私のために犠牲になると言っていた。だけど、ひとみさん、私は生き返りません。レンジや千鶴と一緒に行きます。行きます。私は死人なんです。それも人を殺した。銀ちゃんのことかな。ひとみさんの命を奪ってまで生き返るべきではありません。それでもひとみさんはイヤリングを外そうとしてくれなかった。さらに筆を進める。生きる目的がない。それはあかりちゃんを亡くしてしまったから。あかりちゃん。だけどここでひとみさんがいなくなったら、ジュンさんを一人にしてしまうよ。まだあなたを求めている人はいる。だから命を投げ出さないで。あなたは。しばらくひとみさんの動きが止まっていた。やがて触れる手で文字を記す。わかった。ひとみさん。なんだよこの仮面のイヤリング。笑ってんぞこいつ少し。私はひとみさんと一緒にイヤリングを外した。これでもうひとみさんを縛るものは何もないはずだ。まさかこれ自分の顔を調べるやつがこんな意味があったとはね。仮面外しました。さあ帰ろう。てか進もう。あれはついてこいってこと。ついていく。ここで来るぞ。なの時パズル鬼畜パズル来るぞ。また一応セーブしとこう。あれどうすんだっけこれ、忘れちゃった。あれどうすんだっけ。来た来た来たー。よしやっていこう。
また鬼畜パズルやるぜ。これ初見のヒントでクリアできる人何人いるんだろうね。このゲームを実況している人が果たして自力でこれを解いたのかどうか非常に僕は気になりますね。僕はこれ無理、自力無理、これ無理、これ自力で解くためも100回ぐらいやる必要あるんちゃうかって、ね、思わんくもない。よく見たらこれ上のパーツ、上の部分を埋めるためには上のパーツを使うだけでいいんだね。すげえ思ったけど、どうするんだ。このじらしてくるジュンさんの子うぜえよな。微妙に漢字の巴っぽくもあるよね。はい、天井止まります、天井止まります。お、変わった変わった、文章変わったよ。話を聞きたい。お、チャプター111、明かりになった、明かりになったよ。これ人物も変わってんじゃないの、もしかして。あ、まだ変わってないか。話を聞きたい、いや聞かなければならない。近づいた。私は思い切って仮面の下に手を伸ばした。おお、その手が仮面の人に触れた瞬間、私の脳裏にある場面が映し出された。実写きたー、山口病院。頼む瞳を、明かりを助けてくれ、明かりを頼む。すげえ、瞳さん映ってんじゃん、珍しい。瞳さんが実写で映ってるの珍しいね。答えの方は救えました、命に別状はありません。ただ、お子さんの方は医者が映ってる。嘘だ。安産祈願、安産祈願、やっぱひとみさんのやつだったんだ。おそらく軽度のうつ症状だと考えられます。ご事情を鑑みれば無理もないことですが。かわいいじゃん、ひとみちゃん、めっちゃ死んじゃったの。めっちゃかわいいやん、ひとみさん。ごめんね。何言ってんだ、謝る必要なんかない。
おお。この子。お、実写であかりちゃん出てきてる。あかりちゃんですよ。あかり。切ないな、なんかこれ。あかりなのか。うなずいたー。かわいい。この子は千鶴から二人を守っていたんです。あ、千鶴から守ってたんや。はい。ですが、もう長くはいられないようです。さよならをしたいそうです。さよならをしたいそう。抱きしめた。あかり。今までありがとう。あかりちゃんだったか。おー、消えた。成仏した。そしてランタン。行きましょう。あかりが拾ってくれた命だ。絶対に瞳と生きて帰るぞ。瞳と生きて帰る。まだここは何も喋っていないけど、このマスにいいんだろうか。この流れで これ飛ぶのかよ。まあ、調べる意味なかったんで、結局ね、出口行きましょうね。さあ、これでエンディング変わるはずですね。待ってくれ。さっきのあの感動的な演出家がこれで振り返ったら、なんかすげえ台無しになるよね。しかもこの声絶対これレンジだよな。まあいいや、振り返らない。出口か。私たちは光が持っているドアに近づいた。おお、実写になったやん。これでバッドエンドはなくなったはずですね。はずですね。どうしたんですか、ジュンさん。俺は瞳を取り戻すためにここを進んできたんだ。だが上白が俺が見殺しにした女だと知って、瞳の決意を聞いて仕方がないと思っていた。だが今俺はお前が生き返らないと聞いて安堵してるんだ。嬉しいんだ。安堵してる。本当に自分勝手で最低なクソ野郎だ。銀城を殺したことを罪だと言うなら、俺もこっから出る資格はない。純さん、確かにあの時純さんが私を車に乗せていたら助かったのかもしれません。でも病院へ行くのが遅れた瞳さんが死んでいたかもしれませんよね。純さんはひとみさんを守ろうとしただけです。そんなに自分を責めないでください。ひとみさんも今までありがとう。あ、筆談の合図だ。実写で出願するのね。ごめんなさい。この人左利きなのかな。利き腕じゃない手で返すのはすごいよね。ごめん。ああ、取った。謝らないでって。ありがとうかんのかな。変わった。ありがとうになった。ありがとう。ありがとう、上白。上白、ここまで来れたのもお前のおかげだ。これは純ちゃんだけ生き返るパターンかな。
握手謎の友情。あ、ひとみさんも手を添えた。そろそろ見たい。みんなさようなら。さようなら。ああ、ああ、マリア、マリアがマリアになる。そして目覚めるのかな。おお、ちゅん、ひとみ、ひとみなのか。うん、神代、マリアさん、マリアさん、もういない、もういない。そうか。ジュン、私行きたい。マリアさんと、マリアさんと、あかりと、ジュンが繋いでくれた命を無駄にしたくない。そうだな。帰ろう。帰ろう。ひとみ。ひとみ。帰ろう。帰ったじゃあどこやんこどこやこ。閉められる。閉まった。おお、また自社続くね。また子供産むの。そういうわけじゃないか。お、病室で目が覚めた。長い長い夢を見ていたんだな。実写で抱きしめた。絶対これ胸当たっとるやん。絶対胸当たっとるやん。うわあ、誰だ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 。みんな仮面つけてんじゃないのこれ。ああ、マスク、マスクな。結局ホラーになるんかい。結局ホラーになるんかいな。出れない。あ、出れた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 。あ、やっぱ病院だったのか。携帯ちずれちゃうこれ、まさか。ちずれだったりしてね。誰？千鶴？私たちを解き放ってくれてありがとう。解き放ったー。俺、死の世界の中に二人きりにしてやれる。ファ？ハッピーエンドちゃうんかい。二人きり。あー、割れた。 iPhone 割れた割れた割れた。 iPhone 割れた。怖いわ。最後になんか怖いの持ってきたね。最後に怖いの持ってきたね。電話？途切れた？さあ、これは何エンドなんでしょうかね。ああ、終わった。エンディング。あ、ちなみになんですけど、このゲーム、マルチエンディングらしいんで、です。はい。明らかに今のは、ハッピーエンドではないですよね。すげえ。てるてる坊主にすら声優割り振られてんだこれ。すげえな。あ、今のはハッピーエンドじゃないです。ご覧の通り、今のハッピーエンドだったらもうなんかもう泣けてきますよねこのゲーム。さっきまでの感動演出は何だったんだみたいな感じですよね。いや、日本人ばっかだな。さすがジャパニーズホラー。日本一ソフトウェアのホラーゲーマー日本一。すげえ、テレビ局とかで協力してんじゃん。すごいな。なんかハッピーエンドに行くにはなんかね、三種の神器っていう話題がたびたび出てましたけど、このゲームでそれ見返しだったから今のエンドになったっぽいです。バッドエンドか、もしくは今のエンド、まあ、今のノーマルエンドらしいんですけど、トゥルーエンドがあるらしい。トゥルーエンド、トゥルーエンドがおそらくまあハッピーエンド
あ、ソニーインタラクティブエンターテインメントとセガゲームズ協力してんじゃん。ハッピーエンドに行くにはなんか三種の神器を全部回収してる必要があるらしいんですよね。で僕あの竹と桃しか持ってなかったんで、だからなんかブドウってのがあるらしいんですよ。ブドウをどっかで手に入れてる必要があったらしいですね。なんでノーマルエンド反乱、ノーマルエンドらしいですね。まあノーマルっていうかもうすげえなんか今バッドエンドっぽかったけどね今のノーマルなんかみたいななんで次回3種の神器を全部回収した状態で最後を迎えて、それでハッピーエンドを迎えて、この実況、このゲームの実況を終わりにしたいと思いますね。なんでまあ次がラストになると思います。まあちゃちゃっと回収してね終わりにしちゃいたいと思いますね。という感じでご視聴ありがとうございました。